ポン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 ,ポンポクニャン、まあそれにしても、昨日はね、読売新聞のまあ世論調査でですね、えー、菅内閣というかね、まあ、政府の対応がまあ評価、えー、しないというのが23%でしたかね、なんかも最低を記録したっていうのがまあ出て。 まああの高めに出る読売でね、まあそんだけ評価低いんやから他はもっと低いんじゃないかというふうにあの言ってたんですけども、まあ今朝の TBS のね、この JNN の世論調査ではですね、えー、この菅内閣支持率自体が、えー、政権発足後最低を記録したと。 えー、菅内閣支持率が 40%, 40ですかね。で、不支持が57%ということで、まあ、40%でも高いなっていう、っていうよりはですね、やっぱ不支持がまあ16、17%も上回ってて、やっぱその、まぁ落差ですよね、やっぱりね。まあ、この比較でやっぱりその、不支持がまあ6割近くあるわけですから、まあ、これはもう全然ダメと。 言わざるを得ないかなっていうね。まあ、この JNN が、もうこう40、40%っていうね、まあ、えらい切りのいい数字やなっていうかね、もう、もうちょっとなんか、こう、3、三割台まで行かへんかったんかな、みたいなね。あの <laughs> 3割台まで行ってもよかったのにな、っていうふうに思うんですけども。まあ、でも、あの、十分ですよ。不支持が57%っていうね。 あの、まあだからもう、こんなん普通の人は支持しないんちゃうかなっていうね。まあ自民党の支持支持層とかが、まあかろうじてなんか支持してるぐらいでね。あの、で、だから何にも、その、なんていうんですかね、こう、やっぱ菅さんのやってることっていうのが、まあ本当に、あの、 誰が見てもですね、僕、評価できないと思うんですけどもね。で、まあ、菅さん自身はですね、なんかワクチンが、ワクチンが言うて、まあ、なんとか7月末までにですか、そのワクチンを、なんか、その高齢者に終えればですね、なんとかなるって思ってる節があるというか、まあ、政権自体がね、そういう風に思ってると思うんですけども、まあ、この JNN、 JNN の世論調査でも、7月末までに、この高齢者への接種が終わると思いますかっていう、あの質問がで,できるとは思わないっていうのが73%と。だからもう、全くこれ言ってることが信用されてないんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。菅さんというか、菅内閣の言ってることが。まあだから、まあ本当にこう、 なんていうんですかねまあ、連休明けでね。まあ、連休明けっていうか、あの、まあ、連休っていう気分でも全然ない人の方が多いと思いますしね。いつまでこんなことを自粛っていうか、えー、させるんだっていうことについてもですね。やっぱ自粛疲れっていうのもとても感じる。ある程度感じるを合わせると、まあ68、68%と、えー、まあ、7割近くあるっていうことで、だから、 いつまでこんなことさせるんだっていう、まあ、イライラみたいなものが、ますます募っていくんじゃないのかなと、なんかゴールが見えたとかね、なんかそういうこと言ってる人も言ってますけども、いやいやそ、そんなんで大丈夫かっていうね、とてもそうには思えないなっていうのが、今の、やっぱ国民の気分なんじゃないのかなっていうふうに、あの、思いますね。 あの、なんか予約しようと思って電話つながらへんとかですね。何なのかなと、もちゃんと数揃ってからやればいいの、予約でもね、受けりゃいいのにと思うんですけども、なんかその辺がね、あの、な、なんかこう安心感を早く与えたいみたいなのが先走りすぎて、まあ、逆にこう不安を与えてるようなね、僕はそういう気もせんでもないなと思うんですけども、 まだこれがね、まあ、他、えー、まあ、連休明けということで、今月の世論調査っていうのはですね、まあ、えー、9日から、えみ、ー、読売が出て、んで今日は JNN っていうことで、まあ、次々に、まあ、今週、えー、来週、えー、まあ、そ、出てくると思うんですね。NHK とかも今週ぐらいには。それがどうなってるかですよね。 で、まあ、政府対応も最低というのが読売。で、この内閣支持率自体が最低になったというのも、えー、これ JNN 出てるとで。他も、あの、そんな、変わらへんのちゃうかなっていうね、傾向としてはね。あの、どこかが最低というかね、うん、そういうふうになっててもおかしくないかなと。 え、唯一違うかもしれないのが産経新聞の、ま、世論調査かなっていう感じもするんですけどもね。もう産経はどうなんやっていうね、あの、前で数字いじ,いじってたことがバレて、 その後、ちゃんとね、あのー、なんていうんですかね、こう、説明責任を果たしたかというと、全然そうでもないわけでね、まあ、それが信頼性に足るものか、えー、語るに足るものかっていうのは、まあ、あの、どうかなと思うんで、まあ、僕は、産経新聞については、えー どうかなと思うんですけどま、ね、でも多分それだって下がってる可能性はあると思いますね。この下落率から言うと、まあ、似たようなもんかなと、他の世論調査でもね。でこれでやっぱその ま、衆院選もね、まあ、9月末にやる可能性っていうのが、まあ、今のスケジュール、政治スケジュール的に見てもですね、まあ、可能性が高い、ええんじゃないかというね、まあ、菅さん自身も9月末までにっていうとか言ってたりしてるわけなんですけども、まあ、その頃にどうなってんのかなっていうね、多分、あの、まあ、下がり続けるっていう可能性もありますし、まあ、ちょっと上がったり、ちょっと下がったりみたいなね、うーん、 あの、なんていうんですかね、そんな急激に上がるっていうことも、今の菅内閣では考えにくいなと。で、こうやってね、一回 JNN みたいに、こう、最低っていうのを記録すると、まあ、こう、さらに下がる可能性だって考えられるかなと。うん。まあ、僕はね、いや、これは国民もね、ほんまによう考えなきませんよと。 でもこの内、支持されてない内閣、不支持がね、まあ、6割近くあるような内閣の、この総理大臣がですね、 僕はまともな政治をできるっていうふうに思えないんですよね。なんか内閣支持率が下がるほど、やっぱりその国民、こう世論調査でのですね、支持率をすごく気にしだしたりとかして、まあ国民のね、なんかこう人気取りみたいなことを言ってみたりするかもしれないと。でそれによってなんかこう、ちぐはぐっていうかですね、えー 一方でなんか人気通りして、もう一方で、えー、やっぱその不備みたいなのが出てきたりね、僕したりとかして、余計うまくいかない可能性っていうのが、あの、出てくるっていう可能性が高くなるんちゃうかなっていうね、もうだんだんもう何やってるか分からへんよな、みたいなね。だそういう意味でも早く、もう変わってもらった方がいいわけですよね。んで、 この次のね、このポスト、えー、菅さん、えー、についてもですね、えーえー、河野太郎さんが22%でトップと、その次市場茂さんが16%、ト、えー、その次小泉慎次郎さんが12%っていうね、うん、まあ、小泉慎次郎さんを推してる人っても何なんかなって僕は思うんですけども、まあ、あの、自民党、 自体に僕期待する方がね、僕はやっぱそれもね、あのー、どうなんかなと思いますけどもね、今のこの、菅内閣を支えている人たちですから、このポストを、菅さんっていうのも、その人が後になってやってもですね、そう変わらんやろと。だから、だから去年の安倍さん、 安倍内閣もですね、対策に失敗して、あの、結局は辞めたわけですよね。まあ、体調不良が理由でしたけども。だから、政策の失敗で支持されなくて辞めてるっていうのが、えー、去年の安倍内閣でしたし。だから、不祥事とかじゃないんですよね。森友とか。菅さん自身もこれは、もう政策自体の評価でですね、内閣支持率が最低になっていると。 まあだから、ここ、これ以外にね、ほんといろんなもんがまた出てきたら、本当に僕はどうなるかわからないと思いますし、んでやっぱ都議選、え衆院選もあると今年はね。でそこにもですね、僕はやっぱり、あの、影響する可能性っていうのが僕はあるんじゃないのかなっていうふうに、あの、思いますけどもね。まあそういう意味でもこう、なんか、いやでも、 最低になってどうかというよりも、やっぱこれは日本にとって、僕は良くないことなんじゃないのかなというふうに思いますけどもね。